こんにちは、吉谷さん、あの例の女性の話ね、まだ若い21歳か2歳ぐらいだったと思いますけども、150万投資詐欺にかかって、で、まあ、お母さんとのこともあったりね、すごく真面目で、最初兼備な方だと思うんですよ、思い詰めてしまって。で、自分の勉強したいという意欲を、やい、ね、これ、個人的にも社会的にも、そういう勉強したいってい人はね、失わせちゃだめなんですよね。だから奨学金借りて で、奨学金の返済も残ってると。なんか一つ言えるのは、奨学金ってのはもう上げるお金でいいじゃないかってことなんですよ。で、奨学金の返済がなければ、ここまでむちゃくちゃなあのスイングもしなかったと思いますしね。あの暗号通貨に走るみたいな。それはやっぱり奨学金の負担を考えたら、二十歳前後で社会に出てね、返済、完済するのが40代ですよ。うん、進学するために借りた奨学金って。 どこの世界にそんな10年とか20年かからないと返済できないよね借金付けにするようなしかもこれ学業のためにですよ公的機関がですよこんなむちゃくちゃなことをするんだと要するに学生ローンを信用担保もない人に押し付けてその利息を分取る仕組みなんですよね竹藤と同じなんですよこれは恐ろしいですよねうんまあいろいろとねの怒りが合うんですけども 確かに吉田さんが言う通りまずビジネスなんですよビジネスでお金を作れるようになってその作ったお金で投資それが余剰資金の範囲だと思いますビジネスで毎月3万とか5万とか生み出せるようになったらその3万とか5万かける何ヶ月ってやつで 無理なき投資をやればいいと思うんですよそうするとお金を失った後もあ何ヶ月間で返せるなっていう木算がつくんで目の前真っ黒ってことにはなんないんですよねさすがにね時給1000円で働いて100万を返すってほん途方もない話になるんですよなぜなら1000円を稼いでる1時間の間はそれ以外はできないからなんですよねでも人生ってのは1個のことだけやってればよ,よいってもんではなくて複数のことをねこなしていかないといけないときにだか自動的に何かが進める っていいこととはねねあるといいですよ、ね、例えばあの縁側とかでほらもやしを栽培すするる人いるんですよで私も今ね大和君と一緒に朝顔育ててますけどもそうやって植物ってちょっと水やるとあと自動的に育つじゃないですか。でああいうものがこれどんだけ自分のね人生に作れるかってことなんですけどほとんどないんですよね。うんまあ、そうやって植物 とかかじゃないですか動物とかペットぐらいのもんじゃないですかちょっとの世話でずーっと勝手に育ってくれたりするのはさすがに自分のスキルってほっといて育つことはないですし収入ってのもほっといてポンポン入ってくるものでもないですしねあでも本当この女性はねこういう人が生き残っていかなくちゃいけないのに何やってんだってことなんですよ おかしなねその詐欺の連中がこういった有能な人をね食い潰してしまっていいのかとかね、うん、怒りがね奨学金にもあるし投資詐欺も奨学金と同じレベルなんですよこれもう怒りがねほんとてつもうもんですよ、ねまあ、本当にこれ,これその死の瞬間にもし立ち会えるんだったらそのぐらいの金俺が払うからとかね そんなことを言えるのは私もそうだし、他の人にもね、そんなことね、言える人がたくさんいると思うんですよそれこそ目の前でね、そこまで思い詰めて命絶とうとしてるんだったら、だら金で済むんだったら、もう返さんでいいからこれ使えよ、みたいなね、うん。また、そういう力強いね、お金に関して任しとけみたいな人が、この方の周りにいればなとも思うし、あのニュースを知って、 私も様々感じるところがありました。数日前ね、こういうニュースがあったのは悲しいですよね。で、ここに、うん、やっぱり世論としては詐欺が悪いとかね、うん、なんか、というふうにはなると思うんですけど、詐欺も確かに悪いんだけど、根底には奨学金があるんじゃないかなって私はね、この話から切り取るんですよ。奨学金なぁ。勉強させてやれようと思うよね。勉強したくないとか言ってね、 高い授業料払って大学に行かしてるのになんかマージャンしてるやつもいるわけですからそういう人をまさに進学させる必要はないんですよねだ進学そういう人をさせるから学校の定員も限られてで学びたい人がこうこぼれていくところもありますしねんなんですかねうん、まあやっぱり自分で稼いでいかないといけんですね それがやっぱり月に3万でも5万でもいいから稼いでいかないといけない、うん。そこが根底にありますよ。あ、ちなみにね、その契約書の話ね、冒頭の。契約書の話なんですけども、私一番いいのは契約書がないことだと思うんですよ。それは信頼関係がないから契約書になるわけですよね。うーん。まあ、私はどっちかって言ったらそっちの方がいいなと思いますけどもね。まあ、吉谷さんと何か契約しましたかって話ですよね。契約してないけども、こうやったら、 あのお互いにいにい、ね、まああうんの呼吸とまでは言いませんけどもでも契約するってことはあのまあ結婚でもね婚姻届を出すってことは結局信用してないからってところもあると思うんですよね。もし何かトラブルがあったらその時に取り決めた契約書をもとに白黒つけようみたいな思うわけじゃないですか。 だから契約書にサインした瞬間の状況と気持ちとそれから数年とかね時間が経った後の状況と気持ちって変わりますからもし契約書を書くんだったらその都度その都度数ヶ月おきとかに書いた方がいいんだろうなと思いますよね、まあ、契約した時には状況がこうだったから同意したけども今となった状況が違うんで契約書の通りにはちょっとねできまへんなみたいなことあると思うんですよ まあ本当なんか契約もねそれでいいのかなと思っちゃいますよねだってもう契約ってのは社会の枠の一部の世界で起きることじゃないですかでもその一部の世界だけで世の中動いてるわけじゃなくて世の中が変わるわけですよねじゃあ例えばなんかね車をローンで買いましたとか言って途中でね地震津波が来て車流されました でも車のローンって払わわなななくちゃいけないわけけんですよこの転災とかね不可抗力によることでも個人に責任が及ぶんですかとかそこは国の救済措置がないんですかみたいな、うん、でひどいところになるとその地震保険ってあの入ってて入も無駄だそうなんですよどういうことかっていうと火災保険っていうのはあの家がね例えば燃えた時にその家をあの燃えてない家の保険金で保証しましょうっていう仕組みなんですよね。 だから保険っていうのはすべからく、あの、お金が必要になった人。ね。何かの被害を受けて。でも被害を受けてないから保険金を払うだけの人。このバランスで成り立ってるんですけども、地震っていうのは例えばね、ここに100世帯あって、100世帯全員が地震保険入りました。そこで地震が起きました。100世帯全部潰れました。保険会社は保証できないですよ、これは。100件全部は。でも地震って局地的に起きるにしても、その一体全部が潰れるわけですから、保険金の支払いは不能ですよっていう。 ことが前提になってるんですよねだから契約書も結局、うん、虚しいものなのかななかと思っちゃいま,すよ、ね、まあでも契約書を交わさなしょうがないですよねでもねむしろ社会の状況が変化するからこそその変化したことを言い訳にごねられないようにいや今はそうかもしれないけども約束した当時はこうだったじゃんって言えるようにしとかないといけないってことなんでしょうね契約書ね。 はい、じゃあ、あこの億万長者合宿もいよいよ998で今度ねお送りするのが999ですか、うん、となると次のシリーズは何で行けばいいんですかねまあそれを入れていただけると私も次の動画作りやすくなりますそれではいってらっしゃい